あまりに不愉快なことを言われたり尋ねられたりしてあなたが一瞬唖然としてしまったことはありませんかこのことが原因で私は解雇されてしまうのですが29年経った今でもなお私は自分の対応は正しかったと思っていますあまりに不愉快なことを言われたり尋ねられたりしてあなたが一瞬唖然としてしまったことはありませんかその頃 私はテキサス州とルイジアナ州で店舗展開するある家具専門小売チェーンに勤めていました。1987年に入社して販売係から始めて、このチェーンで初めての電子販売、在庫システムの導入と社員への運用トレーニングを担当しました。その後、メイン物流倉庫の在庫管理者になりました。ある日、痩せこけた女性が一人、倉庫の事務所に入ってきて、何の前置きも自己紹介もなしに、 私に請求書を投げつけてきました。私の顔に当たりました。あの湖状のクロンゴが、彼女は大声で吐き捨てるように言いました。この紙をあんたのとこに持ってかなきゃダメだ、っていうのよ。私はあぜんとして言葉を失いましたが、同時に様々な理由で一瞬で頭に血が昇りました。私は深呼吸をして、請求書を拾い上げ、シワを伸ばしながら彼女の前のカウンターの上に広げました。湖状にいる黒人は、 私は続けました。歴気とした名前を持っていてジェームスと言います。そして、私の友人です。もし、あなたが人並みに、礼儀をわきまえた振る舞い、押し始めたいと思うのなら、ジェームズがあなたの車に家具を積み込むように手配することをお約束しましょう。しかし、そうでないのなら、直ちにここから出ていくようにお願いしなくてはなりません。あなたが応じなければ、私は迷わず不法侵入で警察を呼びます。さあ、 どうしますか彼女はすぐに落ち着き、家具を積み込むと、その場を立ち去りました。その後、彼女は自分に家具を売ったセールスマンにこの出来事について嘘をついて、私を攻撃的で不快な人物に仕立て上げ、セールスマンはそれを私の上司に大げさに伝えたので、私をクビになってしまいました。ボスが私に伝えた解雇理由は、お客様はいつも正しい、でした。それに対する私の答えで記憶に残っているのは、 顧客は常に正しいとは限らないし実際、ろくでなしもよくいますよというものでした思うにお客様が常に正しいと言ってしまうのはすべてのルールは禁止第それを破るのも禁止第と言っているようなものでそれは私たちが思っている世界のありようとは違います我々は悪意に満ちた人種差別性差別偏見に対してことあるごとに立ち向かわなければなりません 簡単に見過ごしたり放っておいたりしてはいけないのです反差別反偏見を推進する立場に立つのなら断固反対しなければなりませんこの年になってこんな経験するとは思わなかったということは今までにありましたか今まさに経験中です現在48歳です勤めている会社で新規事業開発部門に移動したのが去年の7月どうせなら社会課題解決につながる事業を立ち上げたいと思い 割と当事者に近しいテーマ、地方創生を選び、調べ事を始めました。調査の一環で私が生まれ育った奥多摩町に行き、地元の同級生を訪ねました。私が子どもの頃は1万人ほどだった人口は半分に減り、空き家も増えたような、父が働いていた工場は止まっており、同級生の家の商店も閉店したとのこと、かなり過疎化が進んでいました。なんとかできないものかと思い。 事業計画をまとめて社内に図りましたがゴは出ませんでしたもう一つ進めていた企画に専念してほしいということと地方創生は収益化が困難であり計画だけではゴの判断が出しにくいとのことでしたまあそうですよね私もそう思うところがこの時から奥多摩町のことが頭から離れず久しぶりに会った方々からの期待もあったので会社に兼業を申請して個人事業として町の活性化に取り組むことにしました 今年の4月から奥多摩町の空き家を借りて、そこで会社の仕事をしてます。会社もコロナ対策を継続しており、原則在宅勤務となっていたので、ちょうど良いタイミングでした奥多摩でテレワークしながら空いた時間に町役場や町で仕事している方にお会いしていく中で、廃校となった私が通っていた中学校を使って事業を行っている会社の方との出会いがありました。学校のの様子をを残ししつつコワーーキングスペースペやや宿宿泊設備を導入し撮影や企業の合宿 観光客向けの宿としてサービス提供する場所となっていました。ここを運営しているメンバーと意気投合し、町の活性化に向けてこの学校設備をもっと活用してより多くの方に奥多摩に足を運んでもらえるようには、ケーションや子は、キングスペースのサービスの拡充に一緒に取り組むことになりました。で、いろいろとプラン検討中なのですが、並行して、大掃除に着手しました。今は車でで来るお客様がほとんどです コワーキングスペースご利用の方はおそらく電車利用で駅から徒歩になるのですが駅から学校までの道がひどいありさま校舎が山の上にあり長い階段140段くらい和落ち葉が堆積して腐葉土になっている状態昔散々上り下りした私でさえ使いたくない感じ廃校になってから数年間放置されていた様子私が1年生の時に完成した校舎夏休みに古い木造校舎から山の上の鉄筋の校舎に引っ越しました 卒業アルバムを見ると生徒も荷物を運んだらしいが全く覚えていない当時は階段も校舎も真っ白でホワイトベースみたいが最初の印象でしたきっと最近この様子を見た人はこれが普通で違和感を感じないんでしょうが私には我慢ならない今週から会社仕事が終わった後に竹帽子とスコップで階段掃除を始めましたいやめちゃくちゃ大変ですまずはスコップで落ち葉だか土だか分かんないものをガザザとすくって山に戻し 竹ぼうきではいて端に寄せてお数段繰り返すとまた階段の端に山盛りの落ち葉だか土だかわかんないものが堆積されているのでそれをまたスコップですくって山に戻す山の中なので虫がぶんぶんかがうようよ飛んでいます蚊にしてみれば人が通るはずのない場所にいるので人間には興味なかったのだが人間が現れたので食ってやるかみたいな気持ちでしょう久しぶりに体を使う仕事で汗がダラダラタオル T シャツはぐっしょりです 竹棒機も重く手が動かなくなってきますスコップで土をすくって山に戻す作業が腰にきます中学校に通っていた当時は養務員の方が階段掃除してくれていましたまあここまでひどい状態ではなかったと思いますが毎日快適に通学できていたことに改めて感謝を感じますすげえなあの人体はぐったりぐっしょりですが気持ちいいです大変だけど一人でやりたい手伝いはいらない 自分の手で学校をきれいな状態に戻している手触り感、手応え、いや、まさか中学校の階段を掃除することになるとは思っていませんでした。